観音水の一観音水観音水,観音水。観音水は、愛媛県の南西部、西予市宇和町明間に位置する湧水。1985年名水百選の一つに選定された。また、西予市指定名称にも指定されている。伝説では、戦国時代の天正年間統治を治めていた、兵道東衛門の一族が、京都の清水寺に参詣し、統治に戻る時打ちに、 観音像を安置した。そして、綺麗な水が湧き出すよう観音像に念じたところ、清水が湧き出したので、観音水と名付けられたという。その後、清水が湧き出た近くに観音堂が建立され、観音像は城からここに移されたという。観音堂は明治時代まで存在したが、明治末期に失火により消防し、その後は再建されていない。水源は、 花が峠にほど近い杉林の斜面にある小乳洞から湧き出ている。水質は石灰岩が溶出しておりミネラルが含まれて弱アルカリ性である。湧出量は日量8000トンで水温は年間を通じて摂氏14度である。下記には観音水の名水を組みに飲食業者や一般市民がポリタンクやペットボトルを持って休日には 長蛇の列ができる。また、観音水の近くではカキに流しそうめんが営業される。毎年8月10日には水への感謝より観音祭が行われている。ありがとうございます。